スーパーシュバルツシルト2。エミリア、軍事開発局に制圧艦隊を派遣しろ。よろしいのですか？レジスタンスどもを一掃し開発局を奪取する。施設に対する多少の損害は考慮せずともよい。は。というわけで、アニメの技術にも定評がある高画堂が作ったこのゲーム、前作を知らない人に言っておきますが、決してデジタルコミックじゃありません。これがなんとシミュレーションなんです。本当に？ストーリー重視型のシミュレーションを考えたらこうなったという感じでしょうかね。シナリオシミュレーションって呼んでるそうですよ。宇宙を舞台にした戦争ものか。ところでタイトルなんだっけ？スーパーフワーハー。言いにくいっすね。